こんにちは、寺島実郎です。今日はですね、ファーストリテイリングの有明本部にお邪魔してですね、昨年の1月以来なんですけども、柳井さんとのですね対談、ぜひまた柳井さんと話してくれっていうリクエストが大変多かったっていうのがね、また今日お邪魔してる大きな理由なんですけども、はい、寺島実郎が文化人、各界の専門家、経営者などさまざまな分野で活躍する人を迎え、議論を深める世界を知る力対談編。今回のゲストは、ユニクロを世界有数のグローバル企業に育て上げ、世界中に2300店舗以上を展開する株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長、柳井正氏。服を変え、常識を変え、世界を変えていくっていう、やっぱり今こそ世界平和が必要だし、世界の中の日本、そのためには僕はね、民間企業と個人、これがもっとしっかりしないと。柳井氏の目線から、世界情勢、そして日本の進路に切り込む。我々はなぜか不思議な縁でですね、早稲田の政経学部の同期として卒業したってことになってるんですけど、これ財界っていう雑誌の3月8日号なんですけど、特集みたいな感じでですね、この柳井さんに対するまあインタビューも含めてですね、記事が。で、不思議なことに私のインタビューもですね、これ6ページその後に載ってるっていうのがね、なんともつかない、このいや、なんか偶然なのか必然なのか分かりませんね、これ本当ですね。僕はお聞きの皆さんにですね、今日の話題に入っていく前提になるような話をですねしてみたいと思います。株式時価総額っていう数字がありましてですね、で、株価の時価総額ってやっぱりその会社の持ってるポテンシャルとか実力をですね見事に反映するっていうですね、日本の今株式時価総額のトップに立っているのは言うまでもなく、まあ、トヨタなんですけども、それでもですね、まあ、30兆円ぐらいなんですね。で、実はそのファーストリテイリングは今ですね、日本の企業の中のついにトップ10のですね一角を占めるということで、2月末現在では日本企業の中で第8位なんですね、ファーストリテイリングが。8兆6千億円のですね時価総額と。で、実はその我々がですね、ものづくり国家日本のまあ誇りと言ってもいいと思いますけども、日立製作所の時価総額6兆5千億、鉄は国家なりと言ってたですね日本製鉄の時価総額2兆9千億、三菱重工がですね1兆7千億と。で、東レがですね、これはまあユニクロにも大変ご縁のある会社なんですけども、僕はなぜこの会社を触れてるかっていうとですね、歴代経団連会長会社っていうようなんですね、要するに企業の東レが1兆3000億円っていう。で、要するにですね、なぜファーストリテイリングがですねこれだけの評価を得るですねマーケットバリューっていうものを持ってる会社になったのかっていうのがですね、やはり多くの人たちがこのユニクロっていう会社に対してですね刮目している大きなポイントなんだろうというふうに僕は思います。それからもう一点、昨年のですね日本の家計消費支出の数字がですね発表になってきましたと。21世紀に入ってですね22年が経ってるんですけども、全国全世帯の平均の消費支出がですね月額2万6463円平均で落ちてるってですね。で、その状況下でこれよく見ていただきたい、人間の生活には絶対必要な衣食住っていうことがあるんですけども、注目していただきたいのがこの衣に対する支出なんです。つまりまさにユニクロはですねこの分野で戦ってきてるわけですけども、なんとですね22年前に比べてマイナス 45.2% ですから、大げさに言えばですね日本人の家計の服に対する支出はですね半分になっちゃったと、この22年間ですね。で、その中でユニクロっていう会社がですねこういう逆風の中をつくように生きてきてるんだってことを僕はまあ感じます。それでですね、冒頭ちょっとお聞きしたかったのはね、前回お会いしたのは昨年の1月っていう対談だったんですけど、はい、次の月に2月24日、はいはい、ウクライナ侵攻なんていう出来事が起こってですね、ある意味とんでもない年に去年はなってしまったわけですけど、この1年間の変化考えてみてですね、今柳井さんどういうことを考えてるかなっていう、まあ、思いでですね、世界が分断されてるっていうふうにみんな言うよね、
で紛争ばっかりみたいなこと言うでしょ、うん、でも全体感から考えたら、うん、大中華圏とか、うん、ユニオンジャックとか、うん、ダビデとか、うん、僕も本読ませていただいたんですけど、あの本に書いてある通りで、うん、世界はネットワークでつながってる、うん、しですね、世界が分断されてはいけない、うん、いや今おっしゃってることのね、僕入り口にいいこと言われたなと思うのはね、去年の侵攻直後に国連総会で、はい、要するにロシアに対するですね、非難の決議っていうのはね、はい、五大国主義っていうのは機能しなくなったように見えるけども、国連総会っていうのは不気味に力持ってきててですね、あの時ですね141カ国がね、はい、非難決議に賛成、はいはいはい、でたった5カ国が反対に回ったんですね、はい、で1年目が来て決議が行われたと、やっぱり141カ国がですね、はい、ロシアに対する、まあ、非難、はい、で一方7カ国がね、はい、7カ国っていうのはロシア自身と、はい、ベラルーシと、はい、北朝鮮とですね、はい、シリア、はい、要するに今柳井さんの言ってる中で僕らが本気で考えなきゃいけないのは、世界は分断されてるっていうですね、力学を語る状況に対してですね、簡単に自分の思考回路をですね、要するに引き寄せられてはならないっていうですね。いや、そういうね、やっぱり、まあ、レールって言いますか、そういうあの枠組みに乗ると思考停止するよね、うん、そうそうそう、我々にとって一番大事なのはこのグローバルサウスっていうかです ね、実はですね、何もロシアに肩入れしてるわけでもなければですね、アメリカに肩入れしてるわけでもなくて、我々を分断するなっていうメッセージをですね、発信してる。アフリカ54カ国も、中南米も、アジアの国々もですね、中東の国々もですね、で日本という国はね、僕は柳井さんが言われようとしていることがすごく大事だと思いますね、一体この国にとって最もですね、大切にしなきゃいけない価値は何なんだって言ったらですね、日本国っていう国は、まあそれを通商国家というようなですね、はいはい、国際社会の中でやはり平和を実現しですね、協調と連帯とですね、解放っていう価値をね、大事にしていく側に常に立ってるっていうところをね、基軸にしないとですね、自分の足元をピストルで撃っていくことになるっていうかですね、どん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 自分の選択肢を狭めていくっていうかですね、この国には要するに例えば G7 の一翼を占めてロシアを締め上げる側に立つだとか、単純なね、いや、あのね、勇ましいこと言う人は全然勇ましくないですから、うん、その通りですよね。いやだしね、やっぱり今こそ世界平和が必要だし、うん、で世界の中の日本、うん、で独立国としての日本、いやだからあれですよね、その実は今こそね、グローバリズムっていうのがリアリティを帯びてきてですね、僕は本当の意味でのグローバリズムが試金石に今向き合ってると、僕もそれには全く同意ですよね、うん、世界はつながってるっていう今の現実、うん、でどっかの国と国が対立したら2カ国だけでは済まない、世界が全部つながって、単純にねロシアがウクライナ攻めただけでもあれだけ影響があった、うん、でそこで米中が対立してるとかそういう風になってくると、なんかどことも付き合えなくなる、うん、で一方に肩入れするんじゃなしに、で世界の中の日本で自分の国も良くなるし周辺の国も良くなるし、世界中が良くなることをもっと考えないといけないんじゃないですか。例えばですね、ロシアはね、なぜ141カ国もね、はい、自分を非難してですね、自分を支持してくれてる国ってのは7つしか、自分自身も含めてしかないっていう状況なのにね、なぜ国連を脱退しないのかね、かつて戦前の日本の歴史の中でね、松岡洋介だ国際連盟をさらばだっつってね、日本はもう蹴まくってですね、あの山口県で僕と一緒なんですけど、そうか、山口県で同郷の方なんです、同郷の方です、いや同郷の方は結構なんですけどね、それで要するに蹴まくって出てっちゃったわけですよ。そうですね、でそれ自体がね、結局日本自身の首を絞めることに、ね、首絞めて、ね、ドイツに同調しすぎですよね。そうそう、で戦争っていうものに吸い込まれていく大きな転換期になった、だからそれは対立、うんみたいなことを考えるからでしょう。そうそうそう、それで今ね考えてみるとロシアでさえと言っていいと思うんですよね、ロシアでさえやはり国際社会の7日が決定的に孤立してね、はいはい、生きられないっていうことをですね、首の皮一枚って言い方なんだけど知ってるわけですよ、だから出ていかないわけですよ、そうですよ、で実はそこあたりからね、要するに
そのロシアっていう国がですね明らかに迷走してるし、はい、今僕が一番気になる言葉はですねロシアの弱体化をね、どう制御するのかと、つまりこれ10年経とうが20年経とうがですね、ロシアに対する幻滅感とね、表面統計的には去年マイナス 2.1% で持ちこたえてるように見えますけどね、実態はものすごい勢いでですね、この孤立っていうのと制裁が効いてきてね、特に僕が気になってるのは12月以降ですね、エネルギー価格にシーリングかけられちゃったもんだから、そうですね、財政が急速に悪化してきててですね、ロシア大丈夫なのかと、でそのことの持つ意味が次第にボディに効いてきてる状況でですね、次第にこの国を正気に帰らせていく流れをね、賢く作っていかなきゃいけない時にですね、とにかく分断と対立っていう力学だけで世界を議論していることのね、限界と危険さっていうのを ね、これに気がつかなきゃいけないっていうのは、もう冒頭それを言われ始めたからですね。いや僕も本当にそうだよなと、もうその通りだし、ロシアだけじゃなしに北朝鮮も、あれ完全に崩壊してしまったら大混乱ですよね。全くそう。日本だけじゃなしに中国も韓国も周辺の国も大混乱しか待ってないでしょ。でロシアみたいな大きな国が分断されて崩壊になったら、ヨーロッパどころか世界中が混乱する。いわゆる帝国っていうね、民族を超えて束ねてた国がですね、崩壊していくことっていうのは、客観的に見てられないぐらいですね、空白を生むし、その空白が生み出す新しい混沌とか、紛争だとかってことを考えたらね、我々よっぽど知恵働かせて制御しないと、ね、いやだからそのためには僕はね、民間企業と個人、これがもっとしっかりしないと良くならないんじゃないかなと思うね、いやそれで今ねちょうどちらっと言われかけた、あのロシアとそれから日本にとってもっと経済的には意味のある中国なんですよね、で中国もですね、ここへ来て僕中国の取り巻く変化の中で、一番気になってるのがですね、まあ、あのオーバーシーズチャイニーズって在外華人華僑って人たちが ね、ですよね、約8000万近く世界にはいると、ASEAN だけで3500万とか4000万なんていう人もいると、でそういう人たちがね、今までは中国本体つまり中華人民共和国の成長っていうものに大きくですね、こう支援的につまりポジティブに動いてた人たちがね、あまりにも中国が強権化してきてることに対するですね、拒否反応としてね、静かに引き始めてると、例えば台湾のですね、いわゆる有力な企業、それからタイのね、要するに有力なですねコンドロマリットみたいなところですね、今までは本土の中国とね、連携してビジネスモデルを組み立てたところがですね、日本っていうものを別な視点で見始めてですね、日本が何しろ円安が行き過ぎてですね、彼らの目から見るバーゲンセールですから、そうだバーゲンセールだからですね、ものすごい勢いで日本にですね、別な次元での宗派を送ってきてるっていうかですね、いや本当にね、大リゾートになる可能性はあると思いますよ、そうですよね、穏やかな国ですしね、だからそういう意味ではですね、台湾海峡の緊張感っていうのを煽り立てれば煽り立てるほどですね、華人華僑という人たちがですね、日本という国の持ってるポテンシャルに逆に目覚めてですね、しかもバーゲンセールだし、いやだしね、華僑のあの人々っていうのは中国から外に出ていったっていうことなんで、やっぱ安心安全安定がどこにあるかっていうのをやっぱりよく考えて、で中国と同じように日本も歴史ありますよね、だからそういう歴史のある国で、しかもやっぱりそういう文化を持ってる国、それに憧れるっていう言葉あるんじゃないですか。いやありますね、で間違いなくそういう人たちがね、あのなんていうのかな、新しい次元での連携を求めて動いてきてるっていう、ですから僕はおそらく日本の経営者はですね、中国本体との付き合い方もさることながらね、広い意味での、その華人華僑圏の、いわゆる企業群とね、今後どういうふうにですね、ネットワークを作りね、どういうふうに戦略的に付き合っていったらいいのかね、僕はその点が寺島さんとちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ、というのが中国は大陸で地続きですよね、で華僑がずっと歴史あって、その家族とか親類とか本土にまだ住んでるんですよ、その通りですよね、ですからね、すごくやっぱり影響力は、たとえそういう専制国家になったとしても
強いですよね、うんうん、ありますもちろん、あのね台湾の人言ってもね、うん、あなた台湾人ですねって言ったらいや僕はチャイニーズですっていうそ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 ういう感じですよ、うん、その通りですよね、ですからそれがね逆に言えばですね、何も本土を見捨ててね、要するにインディペンデントに動くっていう意味じゃないってことはおっしゃる通りなんですよ、そこは、でそれがね今までは中国本土の成長を心よくサポートするエネルギーだけがね、まあ、ある面では出てたと、まあねそれがですねもう少し次元が変わってきたと、それはその通りです、ねだからあの僕は中国がね軌道修正っていうね長い歴史の流れの中でね、要するに次第に修正していかざるを得なくなる一つの要素がね、その在外華人華僑っていう人たちが中国を睨んでる目線、サポートする気持ちと、それからですね反発する気持ちと、それが中国を変えていくね、そういうこれからの大きなエネルギーになるんじゃないかっていう気がしてしょうがないですね。やっぱり日本としてはどうやってうまく利用するか、うんうん、あるいは一緒に何かやっていくっていうそういう姿勢がないといけないんじゃないですかね。いやもう全くその通りでね、例えばねあの台湾のですね、あの最も大きな銀行が中国信託銀行ってのがあってですね、はい、東京スター銀行を買収してきたんですよね。ただその東京スター銀行っていうのがなかなか力持っててですね、そうなんですか。で実はそれがまさにね、日本で、例えば M&A だとかですね、はいはい、ジョイントベンチャーだとか戦略的提携だとかをやるときにですね、大変有効な機能を果たしてるわけですよ。いやですか あのね、もうその通りで、ウォーレン・バフェットが商社の株全部買ったでしょ。買った買った、5% ずつ、はいはい、あれは僕は日本でどっかいい投資先ないかどうか、水先案内人が商社になってくれれば、ね、商社には全部物産出身ですよ、そうそうそう、ね、情報入りますから、まさにその情報のとこやってましたからね僕は。いやですからそのねそういうことで僕は 5% ずつ今もっと増えてるでしょうね。わかりますわかります、それはねやはり日本の総合商社っていうのは日本の全産業の業態をねこう絞り込んできたようなところに立ってるからですね、いやだし全部知ってるでしょ。そうでしょうね、で本当の情報を持ってますよね、少なくともね持っててほしいですね僕から言わせればあそうですか、あの世の中どんどん変わってきててです ねいや日本の総合商社っていうのは本当にそういう情報産業という文脈から言うと大変力持ってると思います。いや力は持ってるんだけど、言われてるように、やっぱり組織自体が古いから、そうドメスティックになってる部分が昔の方がよっぽどグローバルですよ。柳井さんから見たらそう見えるでしょうね、それとしかもね業態がねここが非常に重要で、そのできるだけ利益の上がるところにシフトするとね、今だと川上の原材料資源にですね、シフトしちゃってるからですね、それこそ柳井さんたちが戦ってるね、一番付加価値の高いところですね、つまり川下と商社の人はよく言うんだけども、川下のですね、例えば医療品にしろ、食料品にしろですね、どん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 そこの情報から遠ざかってるっていうかですね、ですからその柳井さんのですね、ご配慮は別にしてね、つまりその総合商社は一般論としては情報産業ですよねっていうことはアグリーなんだけど、いやそれが今本当にですね、力を持ち続ける努力をしてるかどうかってことになるとね、いやですからね本当は情報産業であると同時にサービス産業、僕は今の世界の流れっていうのは、情報全産業がですよ、情報産業になるしサービス産業になるっていう、いやその面白い議論をね、され始めたなと思うんですよ。僕はだからユニクロっていう会社をね、今の我々が議論していることでもって考えるならばね、ユニクロっていう会社のまさにユニークなところは何だって僕に言わせていただくとですね、僕は柳井さんってよくそれをやったよなと思うんだけど、生産力も持ちね、つまり商品企画力から生産力、さらにつまり製造力というね、製造小売っていうところをね、一気通貫でやる会社っていうのを作ったのがね、ユニクロのユニクロであるところですね。いやそれとね、今僕が言ってるのはそれに情報を付け加えるんですよ。盛んに言いますよね最近。いやそれというのが情報が全てを制するでしょ、おっしゃる通りです。だから今ユニクロの業態をどう描くかとなるとね、かつてはね、いわゆる製造小売って言ってたのが、製造販売だったのが、情報製造販売っていう業態にですね、一気通貫で動き始めてきたなっていうのがね、エンドトゥエンドですよ、ね、あのですから僕らがやってることはガーファーがやってることと変わらない、あそうですね、いやというのがね、あらゆる産業が情報産業とサービス産業になって、本当に信頼される企業にならないといけないですよね。おっしゃる通りですね。世界中で信頼されるっていうことは、やっぱり自分たちの実績を積み上げないといけないんですよ。
柳井さんはね、本当に自分で実績をしっかり作り上げて前進するっていうアプローチをしてきてるからね、それ明快に言い切ってるんだけど、その経営学者がですね、例えばユニクロをね、こう議論したらですね、いわゆる企画からですね、製造から販売まで一気通貫でやってる、ここがね、この会社の成功の要諦だったっていうふうに言うだろうけども、これってじゃあ実践してみたらね、分かることですけど、難しいどころかね、とんでもないリスクがかかるわけですよ。例えば企画した製品がですね、売れなかったらどうなんのっていう、そのいわゆる在庫抱えて倒れた会社なんていくらでもあるわけですよ、この世の中に。だけどそれはね、企画がたまたま運が良かったから売れたなんて話じゃなくてですね、いや、それは計画と準備しないと。でしょ、まず何が売れるか考えないといけない。そうそうそう、だから企画力とかね、このすごいクリエイティビティで叩かなきゃいけない。で、情報が大事だと、その言葉ではそういうふうに解決できるけども、実はその情報のコンテンツを積み上げるとなったらですね、それこそ死に物狂いのね、ものすごい集中力で情報をですね、こう凝縮してね、でしかもただ博覧狂気のように知ってりゃいいってもんじゃなくて、いや、あのね、僕は先生の言われる通りで、やっぱりこの業界で生きようっていうふうに思ったんですよ、あの若い頃に、はいはいはい、でこの業界って言われてるようにファッション産業でしょ、ファッションは移り変わるんですよ、そうそうそう、時代の流れで流行とか何とか言う前に、時代の雰囲気とかライフスタイルを商品にして、その中の服は服装の一部なんで、一部の商品をスタイルとともに売っていくっていうことをやり始めた世界で唯一の本当ですね、洋服屋なんじゃないかな、でだから服を変え、常識を変え、世界を変えていくっていう、いや、こんなモットーを持ってる服屋なんかないでしょ、柳井さんと話してても感じることなんですけど、成功要件が何であるのかっていうことを見抜く力ね、雑多に流れてる情報の中からですね、プライオリティの高い情報をバーンと選び取ってね、例えばユニクロについて僕が思うのはですね、やっぱりユニクロの大きな転換点になったのはね、あのユニクロの商品は安いっていうだけじゃなくて、クオリティが高いっていう評価を得るためにものすごい努力されてる。それでそれは例えばですよ、東レのですね、あの例の技術ね、エアリズムだとかヒートテックだとかいう技術をあれして、例えばユニクロの下着はですね、あったかいとか涼しいだとかですね、しかもそれが技術に裏付けられたね、先端的な技術に裏付けられた製品なんだっていうところに持ち込むためにはですね、ものすごいやはりですね、その情報の凝縮力とね、あ、ここが勝負どころだと思ったらですね、全身全霊をかけてね、突っ込んでいくっていうか、いや、それはね、反対から言ったらそれだけしか余裕がなかったからですよ、余裕があったらあそこに突っ込まなくても済むでしょ。いや、まあ、そうはおっしゃるけど力がないと、ね、そこに突っ込まざるを得ないんですよ。だから漫然とした情報じゃダメなんだっていうか、今日本からね、ものすごい勢いで百貨店っていうものが消えていってますよね。はい、そうですね。かつて日本の消費のね、まあ、ある面じゃ豊かさのシンボルみたいな業態だった。豊かさのシンボルでデパートもそうですし、GMS も消えてるでしょ。ああ、そうですよね。だからそこの中でね、結局なんていうのかな、この真正面からその感激を通用に出てきてる業態がですね、あのユニクロっていうキーワードの中に象徴されてんだよなっていうふうに僕には思えるんですよね。いや、まあその通りで、で僕は普通の人だとできない理由をまず考えるとね、やることについて考えないの。できない理由を考えることが仕事になるの。そうそうそう。だから分析したらできないですっていう分析になるんですよ。でもその前にひょっとしたらこれできるんじゃないかなっていうふうに思うこと。いや、だからあの世の中に大企業病って言葉ありますけどね、大企業病の極致と言えるのがね、そのつまり稟議回してるうちにね、いや、そのうち消えるんですよ消えるんですよ。つまりこれはできないっていうところに結論を持っていく理由のいくらでもありますからね。いや、それは何も生まれないですね、ひょっとしたらできるんじゃないかと思って、でもできる条件っていうのは結局何ですかっていう、そうそうそう、それを考えてやってまた失敗するんですよ。そうですよね。で、失敗したら失敗した原因を考える、で何回もやってるとそのうちコツが分かってくる、スポーツと一緒ですよ、そしてこの後、中央銀行がね、
なんと直接企業の株を買うっていうですね。いやーもう信じられないですよ、うん、うちの株も 20% から買われてますからね。そうですか。そのうち最大の株主は国になって社会主義になりますよ。日本の金融政策に物申す。今日本が去年の1年間の間で極端な円安化しましたと。去年ご存知のように150円なんていうところまでね、行っちゃってですね、はい、で今まあ135円前後だと言いながらですね、はいはい、考えてみると去年の年初から見ると 23% ぐらいもですね、はいはい、円安になってる、もっと言うならばアベノミクスが始まるところから見たらですね、はいはい、この国が発行している通貨の価値が世界において7割下落してるっていうですね。いやそうですね。こういうことになっちゃってるわけですよ、でその通貨の価値っていうのはやっぱりその国のですね、ポテンシャルとか国力を見事に反映してきてるわけで、20世紀迎える頃ですね、イギリスのポンドって5ドルしたんですよ。あ、5ドルしたんですか。ところがね、この間ですね、イギリスの首相になった女性がね、ぶち上げてる政策がもし実現しちゃったら、はい、財政はもっと悪化するだろうっていう見通しが出てきた途端にですね、はい、バーンとポンドを売り上げせられて、はい、なんと1ポンド1ドル割るかっていうところまで追い込まれてですね。いやだからね、うん、もう市場ってのは暴力的なんですよ。そうなんです。行き過ぎるとこまで行くから、うん、それにものすごく気を使って、うん、ね、僕はもう日本の財政政策をもっと慎重になってやってもらわないとまずいと思いますよね。で怖いっていうことで言えばね、いつ投機筋が売り浴びせを仕掛けてくるかってこともあるんだけど、日本の今置かれてる状況はイギリスどころじゃないわけですよ。いやイギリスどころじゃないし、将来の資産を、あるいは将来のお金を、ね、国民の知らない間に全部消費して、借金がどんどん増えている。そうそう、もうね、柳井さんがね3年ぐらい前かな、僕との対談の中で言った言葉がいつも僕心の中にあるんですけどね、それはいわゆるゼロ金利だとかマイナス金利政策っていうのは、ね、いやあれは倫理はなくなりますよ。そういうおっしゃってたんですよね、ああなるほど柳井さんこう見てるのかと思ったんですけど、それは分かりやすく言うとなぜ倫理がなくなるっておっしゃってるかっていうと、つまり借金した方が得だっていう社会を作っちゃうわけですよ。金利がないんだったら、借金返す必要がないってことですよ。でそこでね今何が迫ってきてるかっていうとね、日本は世界のやっぱり金利の状況っていうことから考えたらスーッとですね、それを正常化というようが何というようがですね、金利っていうのが上がってくる状況に入ってくると、でそれは今までですね、例えば借金した方が得だっていうような感覚でですね、借りてた人たちにとってね、それがどん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 首を絞めてくることになる。で現実に国家にとってもね、その赤字国債を日銀に垂れ流してきたやつがですね、どん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 ね、要するに国債に対する発行の負荷っていうものがこう高まってくる、で考えてみたらですね、もうすでにね住宅ローンを借りてる人でさえですね、ローンの借り換えにあたってバーンと金利上がってくる、さらに新たに住宅ローンで家買おうっていう人でもですね、もう銀行はしっかりしてますから、すでにね 0% 金利なんかで借りれるような状況じゃなくなってきて、状況じゃなくて、銀行はねやっぱり自分たちが生き残るようにやっていってますよね。その通りです。ですから本当にですね、静かに考えなきゃいけないのはね、そのアベノミクスって一体何だったのかと、分かりやすく言うとね、調整インフレ政策だったわけですよ。いやそのね、インフレが調整できるっていうふうに考えること、自体はおかしいよね。でしかもね、考えてみるとこれものすごいパラドックスなんですけども、アベノミクスが始まるちょっと前までね、日本人はそのグローバリズムに準拠したね、新自由主義だとかって興奮してたわけですよ、ところがその新自由主義はどこへやらね、つまり国家主導の金融政策っていうかね、政治が日銀を絡め取ってですね、強制的にね、要するに金融をジャブジャブにするっていう性格をする、で財政出動で景気浮揚させるために、どんどん赤字をですね、垂れ投げして、その赤字国債を日銀に持たせると、でしかもプラスアルファでね、タコ足配当でしょそれ。そうそうそう、その通りなんですよ、でそれでさらに言うならば、中央銀行がね、なんと直接企業の株を買うっていうですね。いやもう信じられないんですよ、うちの株も 20% から買われてますからね。あ、そうですか。いやそのうち最大の株主は国になって社会主義になりますよ。いやもうだからその国営資本主義って言葉があるぐらいね、いつの間にか日本国の最大筆頭株主は日銀になり、日銀になってそれが全部借金だから、そうそう全部潰れる、で外国のものになる、もう大変な大政策ミスですよねこれ。
その方向にバーンとギアを切り替えるとですね、えらいことになるからってんで、ここはだましだまし行こうぜっていうことで、ソフトランディングをね一生懸命仕掛けての今の状況だと思うんですね。ソフトランディングをすることが僕は大事だと思うんですよ。うんうん、でも、うんうん、その時に現実をもっと日本人に話をしてくれないと、うん、あ、その通りだ。騙されてるよな、これ、うん。そうそう。ですから本当に説明力っていうのかな。いや、説明しないように、うん、してるんですよ。うんうん、簡単に誰でも分かるように、うん、そうですよね、説明しないといけないでしょ。うん、いや、ですから例えば、まあ仮に金融政策、例えばエネルギー政策、そういう時にですね、この国がこの政策を取っていかざるを得ない判断をね、例えばですよ、例えば僕はテレビでね、リーダーという人はですよ、1時間喋ろうが2時間喋ろうがですからね、そういうことを話をして国民を安心させて、で周辺の関係ある国、あるいは世界中の国にやっぱりこれ日本を助けてもらわないといけないんじゃないですか。いや、僕はだから今日柳井さんとの話の中でね、これいい話になってきたなと思うのはね、キーワードは説明力ですよ。いや、説明力、うん、説明力っていうのがね、やっぱり国民を安心させるし、周辺の国々も安心させやすいですね。いや、国会答弁なんか聞いてると、うん、話が全部すれ違ってる。そう、いや、全然答えてないじゃないですか、質問に。すれ違いの技をどう磨くかっていうね世界になってっちゃってるわけです。本質を磨いてなくて、うんうん、いや、ですからね、本当の意味で例えばどうしてこういう政策を選択しなければいけないのかってことについて ね、歴史的な脈絡、はい、日本の置かれてる現状、しかもできるだけ数字で、はいはい、納得のいく形でですね、いや、しかも日本の国民を安心させる、そうその説明が必要ですよね。絶対必要ですね。例えば政府がね、いつの間にかですよ、賃上げしてくれっていう方向にですね、要するに政治が動くと。僕はね、いや、よくないと思うね。経営者がね、いや、経営者が自発的に動かないといけないよ。でそこまでですね、いや、国営資本主義になってきた。政治が要求すること自体おかしいんじゃないですか。この国の資本主義の基本性格っていうのをね、明治以来今実は僕追ってみてるんですよ、はい、でそうするとね、明治維新の頃はですね、幕末維新の動乱からですね、富国強兵でね、はいはい、殖産工業でですね、官営八幡製鉄ができたのが1901年で、国がまずバーンとですね、リードして投資して、でそれを民営化していくっていうプロセスに走ったと、はいはい。ところが戦争に向かう1940年状況という言い方があるんですけども、はいはい、まあ、いわゆる何て言いますか、総戦力体制というもとにですね、国家総動員法でね、また国がですね、経済を束ねていく、で戦争に負けてですね、なるほど、この国は民主化されて、いわゆる財閥解体だとか、農地解放だとか、さまざまな民主化のプロセスに入ったと我々も思ってんだけど、ところがその戦後もですね、脈々と、いや、戦前が続いてるっていうことと、そう、それとね、やっぱり米国占領が今でも続いてる、うん、そうでしょうね。そのことにやっぱり気づかないといけないし、政治家もそのことを説明しないといけないんじゃないですか。それとともにですね、僕は我々をも含む国民の側もね、政治に対する過剰期待っていうのはですね、どっかでね、削ぎ落としていかないと、断ち切らないといけない。これね、国民が国から補助を受けるようになったら、その国は終わりですよ。いや、本当にいいことをおっしゃいますよ。それでね、その文脈で言うとですよ、例えばコロナの時真っ只中で国民全員に10万円配ったやつ、あれで12兆7千億使ったんですよ。で12兆7千億使ったはいいけど、消費にも向かわなかったし、いや、全部貯蓄ですよ、そうそう、将来不安、何のためにあれ使ったの。そうなんです。例えば貧者のためにやるっていう社会政策だったんなら、それなりにまた意味が集中した。いや、でもね、全員なんかありえないよね。でその中でね、国民の方もですね、何かといえば給付金とか補助金とか助成金とかっていうものに群がっていく。いや、そういうものに頼るようになった、うん、いや、そういう癖をつけたんじゃないんですかね、うん。でしかも政党はね、そういう補助金助成金をなんていうか、ポピュリズムでね、いかにばらまくかを持って票につなげようとするっていうことですね。もうね、なんか周票マシンみたいになってるよね、これ。で柳井さんがね、あるところの、でインタビューで言われてんだけど、それこそね、いるを測ってね、いずるを制しなかったらですね、財政も成り立たないし、企業も成り立たないしね、そういう中でその大盤振る舞いでもって幸せかっていうと、とんでもない話でね。いや、だからみんな不安で、うん、いや、なんかおかしいな、おかしいなと思ってるんですよ。
思ってるんだけど、その説明をしてくれる人はいないんですよね今。いや本当にそうですよね、そしてこの後、経営っていうのは実行なんですよ。実行して成果を出して達成しないといけない。即断即決即実行って僕はいつも言ってるんですよ、日本の経営者への熱きメッセージで、僕ね、柳井さんの持ってる全体感というのは、僕の見方からするとある種のプロジェクトエンジニアリングのスペシャリストだなと思うんですよ。一つのプロジェクトをね、どういう要素を注入すれば成功させれるかって見抜く力で、実はね、日本の経済率いてる人たち、あるいは官僚も含めて、とんでもない今トラウマが起こってるのはね、例の三菱重工の MRJ が挫折したっていうことなんですよ。ジェットでしょ、でこれはね、例えば自動車産業一本足打法ですよねって盛んにからかわれてた日本が、いやそんなことありませんよと、ボーイングの部品の6割は日本が作ってるんだって胸張ってた。部品だけ作ってもね、まさに全体をですね、完成体を作り上げる力っていうものをね、結局は成功させれなかったっていうのは事実なわけですよ、結局全体が見えない。やっぱり要素技術だけに酔いしれてたんじゃダメなんですよね。いやあのね、やっぱり原材料だけとか部品だけ作っても、そこで付加価値が一つの製品にしないと生まれないですよね。でそこで試されますよね、本当の力が。そうですね、製品にしてみて、僕はそれがねやっぱりね、日本人ってあの残念だけども、世界一の部品作ってんだってあたりで胸開いてですねで結局はね、完成体作れねえじゃないかっていうところにですね、いや言ったことだし、それが人々の生活に役立ってるのかどうかも自分たちじゃ分からないでしょ。その実感がないですよ。だからあの MRJ のプロジェクトの時もね、例えばその最先端のですね部材の一つでね、例えば航空燃費をですね、新素材投入して2割削減してみせるって計画だったんですよ。ところがその技術を投入するためにはね、アメリカの型式認証を受けなきゃいけないと。あ、認証がすごく難しいんでしょ、その認証を超えるためにはね、結局今ボーイングが使ってる部品を使った方が早いなんて言ってるうちにですねどん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 引き下がってってね、いやだから絶対やろうっていう気がなかったんですよあれ。だからそういったですね、政治的な壁も含めて、超えていく力がプロジェクトエンジニアリング力なんですよ。だから例えばこの会社のですね、命運を制するようなプロジェクトだっていう時にね、その経営者はですね、技術なり、どの人脈なりね、どのネットワークと連携してこの成功させるかっていう、これがもう全力かけてやんなきゃいけないですよね。全力かけてやらないし、それは経営者でしかできないんですよ。そうですよね。だから経営者が経営っていう仕事はそうだっていうことを、ね、やっぱり決めて即断即決即実行って僕はいつも言ってるんですよ。そうですよね。それがないとスピードのね、勝負になってて、それもいろんなことをやってたらそんなことできないんで、僕らは服だったら服だけでそういうことをやるっていう、柳井さん最近ねよくその人材っていうことをね、大事にしようっていう発言を先されてるんだけど、僕はその人のね力っていうのを考えるときにね、例えば戦後日本の今日に至るプロセスね、敗戦からですね94年ぐらいまでね、日本が工業生産力モデルの優等生として彗星のごとく日本を支えるですね、外貨を稼げる企業が登場してきた頃、その栄光のですねものづくり国家を作った頃ね、まあ要するにそれを支えた人材っていう人たちが当然いたわけですよね。ところがそれがこうある種の94年以降って言いますか、21世紀に入ってこの国のですね、一体どういうその、なんて人たちがね、今日本が直面しているようなですね、埋没だとかね、日本っていうものがつき、要するに世界に占める GDP の比重がですね、なんとね1994年に 18% だったのがついに去年 4% になっちゃったわけですよ。だからもうすぐ 3% になったら、元の木阿弥ですよねこれ。いや元の木阿弥なんです、本当に。いやその元の木阿弥以下になろうと話してる、どうしてこうなったっていろんな理由ありますけども、人っていう問題に返した時にですね、もう戦後エリートってこれカッコつきですよ、日本を支えた戦後エリートっていう人たちの敗北でもあったっていうことですね。いやそうですよね、例えばね、この国にはですね、政治家はね、セコンドクラスでも、官僚っていう人たちは優秀に日本を支えてんだって言われた時代があった。いやそういう時代もあったよね。あったんです、ところが今どうなってるって言ったらね、政治主導のもとにですね、忖度官僚のオンパレードみたいになって、忖度官僚だし、ね、政治家が官僚を思いのまま扱うみたいな、そういうね権力が一手に集中してる、そういう政治は絶対おかしいですよね。おかしいですよね。要するにねスペシャリストとして、その分野を支える人材がですね、いや僕はいつも言ってるんですよ、
官僚に本当に優れた人を世界中から連れてきて、純粋培養で収益ばっかりね、ほんで忖度するような官僚ばっかりになったらいけないじゃないですか。僕はもう一つね、戦後エリートの、まあ、失敗っていうこともあえて使っておきますけども、ね、はい、まあ、MBA シンドロームっていうかね、例えばアメリカの、ね、全然ダメですよあれ、アメリカのいや、まあ、本当にそうなんですよ。いや、もう信じられないんですよ、うん、つまり理論で経営できるわけないでしょ。ハーバードビジネススクールだとかね、はいはい、スタンフォードだとか、MIT だとかですね、名だたる MBA コースにね、うちにもよく来ますよ。そうでしょ。次世代の経営者を育成するプログラムと称してですね、まあ要するに誘いが来てですね、大企業はこぞってね、次のリーダーを養成するためにって無理してでもですね、ハーバードだスタンフォードを送ったわけですよ。いや、もう行くだけ無駄ですよあれ、うん、それはね、もう見抜いてるからそうおっしゃるけども、結構な勢いで持って各社やったわけですよ。ところが問題は今、商社はやってましたよね、うん、やってます、やってます。あ、今でもあれやってますね。今でもやって、で問題はね、じゃあそういう人たちが今どうなったってことなんですよ、うんうん、この日本が今終端場とも言われるような状況になってね、健全な意味での危機感を持って立ち上がらなきゃいけない時にね、そういう人たちは今どうしてるんでしょうっていうのが僕はね、日本の現在を謎解く鍵だと思ってるんですよ。それはね、結局ですね、例えば仮に MBA に行きますよね、何を教わってくるんだっていうとですね、あの選択と集中って言い始めるんですよ。つまりね、この会社は無駄が多すぎると、いやだから全部カットしていったら全部なくなる。そうそうそう、のりしろが全部なくなる。あの玉ねぎと一緒ですよこれ。 でも事業として、ね、確実に成長させようと思ったら、結局我々の強みは何なのか、そうなんですよ、そこを磨き上げて一枚ずつ積み上げていかない限り良くならないですよね。ですからね、一言言ってしまうと MBA シンドロームっていう言葉使いたくなるんだけども、要するに選択と集中ね、で実はね、企業価値最大化経営を語ってる人と真剣に語り合うとですね、賢い人ほどね、自分価値最大化で生きようってことに気がつくんだよ。いや、そうですよ、うん、ね、それしかないんじゃないですか。でだし、結局ね、社会の中で自分が生かされるっていうことがないと、で人間の本質にもっと気がついて、僕はもう一番の問題は MBA は戦略とかケーススタディとかお勉強ですよねこれ、でも経営っていうのは実行なんですよ。実行して成果を出して達成しないといけない。それでね、おっしゃるようにいい意味でのね、自分価値最大化に生きるっていう人生は僕大いに結構だと思うんだけど、分かりやすく言うと短期的に収入を増やす自分価値最大化に誘われていくわけですよ。そうするとね、ファンドだとか、それからその何て言いますか、コンサルだとかね、いや、そういうふうになるんですよ、でそうなってるうちに、要するに現場から一歩隔絶してね、懐でですね、まあ投資家マインドでね、物事を見るっていうかですね、現場に立ってですね、プロジェクトを成功させるっていうのとは違った次元でのね、マネジメント論で経営に向き合うってこと。で実は今日本に起こっていることね、例えば大企業経営の中心にいるような人たちと議論しているとですね、名だたる MBA コースを出てきたような人たちもやっぱいるけども、残念だけどですね、例えば柳井さんに僕がね、ひたひたと感じるような迫力っていうのかな、やっぱり終端場に立ってね、もう本当に追い込まれながらも、この決断が人生、会社の命変えるなと思うようなところで戦ってきた人とは違うテイストっていうかね。いや、それは全部守られてますからね、大企業の経営者の人は、いや、そういう組織を作ってるんですよ、結局あの屋敷に流れやすい組織を作っちゃってるわけですよ。いや、だしね、もうそれに自分たち自体は気がついてるんだけど、気がついてるふりをしてるのか、そこを根本的に変えないと良くならないんじゃないですか。いや、本当にそう思いますね。そしてこの後、我々ですね、まあ、とにかく固定観念からね、出しなきゃいけないですよ、出しなきゃ、僕らはやっぱり頑張らないと日本が心配ですよね。そうですね。寺島と柳井の熱き思い。健康を知る力、東京 MX の森田美玲です。このコーナーは季節ごとの気になる健康情報を正しく分かりやすく解説していくコーナーです。3月のテーマは花粉症です。花粉が飛ぶ季節になると、くしゃみ、鼻水、鼻づまりに悩まされる方も多いのではないでしょうか。杉やヒノキなどの植物の花粉が原因で生じるアレルギー症状を花粉症と呼びます。現在、日本人のおよそ4人に1人が花粉症だと言われています。
花粉症の症状が現れやすいのは鼻と目です。鼻の三大症状といわれるのがくしゃみ、鼻水、鼻づまり。こうした症状は風邪と間違われやすいのですが、風邪であれば1週間程度で治るのに対し、花粉症は花粉が飛んでいる間は続くことや、サラサラとした水っぽい鼻水が流れるなどの違いがあります。一方、目の三大症状といわれるのが目のかゆみ、目の充血、涙です。この他にも体がだるい、喉や顔、首がかゆい、集中力が低下するといった全身症状を伴うこともあります。体に影響を与える花粉症のおよそ 70% はスギ花粉だと言われています。そしてスギの人工林の面積が少ないはずの都会の方が地方よりも花粉症患者の割合が多いという調査結果もあるそうです。飛散した花粉は通常大地に吸収されるのですが、地面の大半がコンクリートやアスファルトに覆われた都会では花粉が土などに吸収されず、風を受けて何度も空中に舞い上がります。そのため都会の方が花粉症の症状が悪化しやすいと言われています。そして今現在花粉症を発症していなくてもこの先かからないということは断言できないようです。発症する確率はそれまでに花粉を吸ってきた量が関係し、ある日突然それがいっぱいになった時に発症すると言われています。そこで花粉症にならないための対策方法をご紹介します。まずマスクを利用してください。日常生活でもつけるようになったマスクですが、花粉の飛散の多い時には吸い込む花粉をおよそ3分の1から6分の1に減らし、花粉症の鼻の症状を軽くさせる効果が期待されていると言われています。また洗顔にも効果が期待できます。花粉が人間に付着しやすいのは表面に出ている頭と顔です。外出から帰ってきたら洗顔をして花粉を落としてください。花粉症は症状が出る前から予防対策をすることが重要だそうです。セルフケアで予防をしながら花粉症シーズンを乗り切りましょう。以上、健康を知る力でした。今日の議論も非常に僕はいい意味で刺激を受けたんですけれども、我々ですね、まあ、とにかく固定観念からね、脱しないといけないですね。脱しなきゃだめ、で固定観念から脱してですね、若い人たちをですね、そういう方向感にやっぱり持っていく責任も背負ってると、でそういう意味でね、なんて言いますか、動いてるフロントは違うけども、まあ、柳井さんとの友情をですね、へこに、まあ、頑張っていこうっていう思いで今日の議論もですね、いや僕らはやっぱり頑張らないと日本が心配ですよね。そうですね、まあ、ということで今日も大変どうもありがとうございました。